今回紹介するのはコロナ自粛の題材「宝島写真書」という本です現役医師たちが本音で語る日本コロナの真実日本に新型コロナウイルスによる感染者が発生し1年以上が経過したこの1年で確実に分かったことは日本では感染者 死亡者数が欧米に比べ圧倒的に少ない事実である。しかし、メディアは新型コロナの恐怖を煽り続け、政府は科学的根拠を示すことなく、今年1月に2度目の緊急事態宣言を発出した。本書は政府自治体 医師会等による新型コロナウイルス自粛政策に異議を呈する医師7人へのインタビュー集である個別の事象の捉え方において7人の意見には相違もある。しかしか 過度な自粛要請を繰り返すべきではないという認識では全員が一致している国民や国家に取り返しのつかない甚大な副作用をもたらすことが明らかだからだ多くの人々を不幸にするだけの政策はもう終わりにすべきだこの本はまさに読むワクチンだと思うおそらくこの本を読み終える頃には 新型コロナはワクチンを打つまでもないウイルスだと結論付ける人が大半になっているように思う現時点でワクチンを打つかどうか迷っている人にはワクチン以上の効果がある内容で充実しているこの価格で先行接種できるのであれば超リーズナブルな買い物となるであろう帯を見ると一見7人の医者による座談会記録のようにも思えるが すべて筆者による独立したインタビュー記事で、各々の医者の知識、経験値、立場から、今の新型コロナウイルス騒動を客観的に分析し、基本的には過剰な対策であり、極端に言えば茶番とも言えると訴えているインタビュー形式なので、読みやすく、すんなりと頭に入ってくるのも特徴で、さらには、 よく週刊誌の記事にあるような語尾をかっこ笑いでごまかすような形にもなっていないので素直に読めめるる点も評価できるおすすすします日本人の同質性がコロナ対策では裏目に出た新型コロナは高齢者や基礎疾患者のようなハイリくク集団。 関連する医療従事者や介護者含むとそれ以外のローリスク集団とでそのリスク度合いは全く異なるしたがってその感染対策もハイリスク集団にどれだけ集中的に取り組み同時にその対策の負けの副作用がどれだけローリスク集団には及ばないようにするかが最大の対策実施上の課題だったしかし良くも悪くも同質性が高く 高高齢者比率も高い日本ではそのような明確な区別をした対策を行うことができず負けの影響が社会全体に波及したということだろう例えて言うならば抗がん剤で患部のピンポイント治療を行うべきところが周辺の広い健康な組織までボロボロにしたようなもの以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします